日本共産党千葉市議団の川沢陽平です、えー、まず冒頭、台風15号におきまして、えー、被災されたあ市民の皆様、また千葉県内においても、未だ停電が続く地,帯地域もあります、えー、一日も早い復旧、復興につな、えー、がるように、えー、引き続き我々も力を尽くしていきたい、そして、えー、市職員はじめ、えー、東京電力の皆さん、ご停電、復旧に注意はたがわずですね、 ご尽力をいただいておりますそれについても感謝を申し上げておきたいと思いますそれでは通告に従いまして代表質疑を行いますまずはじめにです、ね、市長の基本姿勢についてであります平成30年度決算について伺います一般会計では歳入4330億円歳出4,299億円の規模となり24億の実質収支のことであります 地方自治体の本市である住民福祉の向上という視点に立ち、精査しますと、在宅高齢者おむつ給付削減1億円や、心身障害者福祉手当カット2億3800万円など、市民サービス福祉カットは合計で22億円にも上ります。市民福祉サー,ビスサービスを削る一方で、都り町公園、中央公園連結事業など、事業効果が不透明な大型開発事業に予算を投入をしてきました。 そこで伺いますまず1つに、30年決算においてです、ね、65歳以上の新規障害者を対象外とするなど、心身障害者福祉手当の見直しは2億3800万円に及んでいます。発達障害者支援等へ配分するためとの名目での福祉カットを強引に進めたわけでありますが、カットした分、福祉サービスにいくら、どのように配分をしたのか伺います。 2点目、30年度決算における資金不足比率では、病院事業において、医療収支の改善などにより、3年ぶり資金不足比率が解消したとされておりますが、医療収支改善に対する評価と今後の病院事業のあり方について、見解を伺います。3点目、資債発行の抑制と市民福祉カットや市の職員給与カットと、さらに県費負担教職員異常により、実質交際費比率は、 となりました一方で、市民要望が多い道路整備や交通安全対策、公園トイレ環境整備、文化ホール整備などは、数十年と先送りとなっている案件もあり、市民生活に直結した関連事業が不十分であったと考えますが、見解を伺います。次にに消費税10増税増ついいて伺います先の参議院選挙では日本共産党や 立憲民主党をはじめ、野党・5野党が消費税増税中止を求め、まあ、投票日の NHK の出口調査では、消費税増税反対が、世論が6割近くに上りました。家計の年間の消費出は、増税前に比べ25万円も落ち込み、さらに実質賃金は7か月連続のマイナスと、経済は悪化状況が続いており、こうした状況での増税は過去に例がありません。消費税、そこで伺います。 1>, 1つに消費税10%増税によって、家計消費の落ち込みやさらなる実質賃金の低下で、市民生活が苦しくなるのは明らかであり、今、増税すべきではないと考えますが、見解を伺います。2つに、政府が売り物している増税と同時に実質するキャッシュレス決済でのポイント関係に、必要な登録申請をした中小商店は数百万ある対象商店のうち、 9月5日時点でわずか約58万点に過ぎません。本市の中小商店における登録申請状況や取り組み状況について伺います。3つに、低所得者対策として、本市としてもプレミアム付き商品券の発行事務を行っています。プレミアム費用8億円で事務費がなんと7億円もかかる大型事業であります。一方で、申請書が来たが申請が面倒。 低所得者ということを明らかにすることになるから利用したくない、など、市民の声が届いており、国に改善を要望すべきではないかと思いますが、まあ、現在における住民非課税世帯の申請率および市の課題認識と対応についてお聞かせをください。次に、年金についてであります。本年6月に公的年金だけでは老後の生活資金が2000万円不足するとした金融中報告書が示され、改めて不安が高まっている年金問題であります。 年金が足らないということに加え、社会情勢に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みとして導入されたマクロ経済スライドによって、7兆円の規模で実質年金が減らされるという大問題を、日本共産党の市位和夫衆議院議員の質問主意書でも明らかになり、年金財政継承においても、国民年金については、年金自動削減の期間が現在より3から4年延長され、 年金数字は現在より3割も減らされることになる見通しが示されました。そこで2点伺います。1点目、老後の生活資金が2000万円不足という金融庁報告書における市の受け止めと老後安心に向けた年金に関する本市の取り組みについて伺います。2つに、マクロ経済スライドが続くと、今、40歳以下の方は、国民年金の場合、満額でも月6万5000円でありますが、まあ、現在価格で3割カットとなり、 4万5千円ままでで減らされる想定であります日本共産党は、マクロ経済スライドを廃止をし、高額所得者優遇の保険料を見直し、1兆円規模で年金財政の収入を増やすことなど、減らない年金にすることを提案をしております。まあ、本主としましても、マクロ経済スライド廃止を国に求めるべきと考えますが、見解を伺います。次に幕張メッセにメけるですね えー、武器見本市の開催についてでありますえスライドをご覧ください本年6月幕張メッセにて国際武器見本市マストアジア2019が開催されました我々日本共産と千葉市議団からはですね中村議員阿久井議員そして私3名現地が視察をさせていただいたわけでありますまあ、航空機の模型展示から戦車潜水艦等の模型 またはミサイルの部品ともある製品、レーダーやナビゲーションなど、さまざまな軍事関連製品が展示をされておりました。えー、武器見本市の開催は、武器の使用を奨励するものであり、国際紛争を解決する手段として、戦争や武力の行使を禁じている憲法の立場に反するのは明らかであります。そこで伺います。まず一つにこのマスアアジア 2019がです、ね、幕張メッセで改正された当日はです、ね、再度、スライドをご覧をいただきたいと思います。えーまあ、多くの方がです、ね、230名を超える方々が、いわゆる死亡している状態を模倣することによる行う,う,う抗議、いわゆる大委員でこう抗議をされておりました。まあ、議会でも問題視されてきたこのマスアアジア2019が 幕張メッセで開催されたことまた11月には DSEIJAPAN2019 国際武器見本市が開催されることについて、市長の見解をお聞かせください。2つに、昨年12月の代表質問で、私が開催中止を求めるよう、県に働きかけることを求めますと、副市長は開催の情報に留意すると答弁をされました。武器見本市会場を現地を視察をされたのか、展示作品における内容をどう 強化をされたのか、お聞かせください。次に、IR ・カジノ誘致についてであります。カジノ誘致を巡る動きについてですが、これまでの動き、スライドをご覧ください。2012年の議員 IR 連盟発足や、2013年、市議会で日本共産党市議団などが反対する中で、統合型リゾートの整備を推進する決議が挙げられる中、熊谷市長はカジノ誘致については中立と。 市長選でも発言をされてままいりました、まあ、ところが6月に入りまして、市長は検討レベルを1段階上げるとして、7月に入り、えー、市がカジノ事業者から IR に関する情報提供依頼を発表をいたしました。そこで3点伺います。1つに、7月に入り、突如として IR における民間事業者への情報提供依頼を行う理由と狙いは何か伺います。 2点目、IR における民間事業者からの情報提供を受けた後、どのような方法で、いつまでにカジノ誘致の判断をする考えなのか、市民意見をどのように反映するのか、市長に見解を伺います。3点目、2017年の千葉市長選で、カジノ誘致について市長は中立と発言をされてきました。ここにきて検討段階を上げて、誘致に向けて動く姿勢は、市民を欺くものではないのか、伺います。 次に、小中学校普通教室のエアコン整備についてであります。乳教さんと千葉市議団の度重なる議会質問や、市民と共同した署名提出、要望行動があり、ようやく市内、小中学校普通教室エアコン整備工事がスタートをいたしております。そこで3点伺います。1つに、9月時点における小中学校普通教室エアコン整備状況と、地元業者の活用について伺います。 2点目、残暑から子どもの健康と命を守るためにも、また冬場における教員の灯油運搬等の負担軽減にもつながるため、普通教室へのエアコン設置が完了した小中学校から速やかにエアコン稼働するよう求めますが、本市の対応についてお聞かせください。3点目、小中学校普通教室エアコン整備は、来年6月までにはすべて整備が完了予定であります。 引き続き子どもたちの熱中症対策および災害時における市民の避難場所となる体育館へのエアコン整備を求めますが、見解を伺います。次に、東京2020オリンピック・パラリンピックについてであります。イベント成功はもとより、障害のある方はじめ、誰もが暮らしやすくなるよう、バリアフリー推進と多様性共生社会の実現が重要と考えます。そこで伺います。1点目、車いすでも、 移動しやすいまちづくりとして、民間店舗におけるバリアフリー環境支援、また、町中における生活経路や交差点などに市民が休めるベンチの設置など、バリアフリー施策を全市において推進すべきと考えますが、市の考えと今後の取り組みについて伺います。2点目、オリパラ開催時期が酷暑であることから、災害級の暑さから来場された市民や、国外の方を守るための熱中症対策が必要と考えますが、見解をお聞かせ。 ください。3点目パラリンピックは社会を変える力のあるイベントでありますこの共生社会実現に向けて市内小中学生がパラリンピックを観戦できる取り組みが必要と考えますが見解をお聞かせください次に市政100周年についてでありますスライドをご覧ください えー、2021年にですね、千葉市は市政100周年を迎えるわけでありますおせっぱ100周年記念事業を展開された八王子市を視察をしてまいりました市民参画の下で次の100年のまちづくりを市民の皆さんとともに考えるというビジョンフォーラムという取り組みであったり またや町の新たな魅力発見につながる八王子景観百選、スライド今お示ししてますけれども、取り組みなど、まあ、市民参画を進めてきた取り組みは大変参考になったわけであります。そこで伺います。まず1点目に、これまでの100年にわたる千葉市の町づくりを、どのように分析、評価しているのか。2点目、100周年記念事業を今後の千葉市100年に向けた町づくりを市民の皆様と共に考え、 今後のまちづくりに市民の声を反映させる契機とすべきと考えますが見解を伺います三点目本市には海辺千葉宇治大ヶ橋カソリーカイと四つの都市アイデンティティをシティープロモーションとして展開をしてきましたしかし花見川サイクリングコースやお湯見の四季の道富田里庭公園の芝桜などまあ本市には魅力がたくさんあります市民から 百の募集に取り組むなど、本市の魅力をライフスタイルとともに、市民の皆様に再発見、再認識してもらい、全国にも魅力を発信すべきと考えますが、市長の所見を伺います次に、一律病院の在り方についてであります。8月19日に開催されました、千葉市病院事業の在り方検討委員会において、早期の改浜病院の建て替え、両一律病院の存続の方向性の答申が示されました。まあ、これまでも 我々日本共産党千葉市議団は、海浜病院と青葉病院を統合や縮小ではなく、維持・充実を議会で求め、また市民団体の皆様と連携した署名活動では、1万筆を超える署名を市に提出してまいりました。まあ、しかし、答申の中にですね、青葉病院は適切な機能、規模を選択すべきであるというように、青葉病院の見直しの検討を促す内容が盛り込まれております。そこで伺います。まず1点目に。 千葉市病院事業の在り方検討委員会の答申についての受け止めと評価を伺います。2点目、市民病院は紛れもなく市民の財産であります。専門家だけの答申のみならず、市民の皆様の声を聞くことが大事と考えます。スライドをご覧ください。党市議団が毎年取り組む市民予防アンケートでありますけれども、この約8割がです、ね、この公立のまま、両一律病院を残してほしい。まあ、こういった アンケートの結果が示されております、まあ、73%ということでありますけれども、答申を受けてです、ね、今後の両一律病院の在り方における意思決定のスケジュールおよび市民の声をどのように反映させるお考えなのか、お聞かせをください。3点目、青葉病院は年間の救急受け入れ件数が5000件もある中で、市民の命を守る重要な拠点病院であります。青葉病院の救急や 病床縮小は市民への影響は大きいというふうに考えますが、青葉病院の重要性をどのように認識をしているのか伺います。次に、子ども医療費助成制度についてであります。子ども医療費助成費について、院外処方箋により薬局で薬を受け取った場合について、自己負担額を0歳から小学校3年生まで1回につき300円、小学校4年生から 中学校3年生までは1回につき500円とする負担増が提案をされております。多世帯や通院の多い子育て世帯への負担増は、これ、子育て施策に逆行するものであります。そこで伺います。一つに、子ども医療費、女性費のこの負担増によって、小学生2人を子育てするモデル世帯で、年間負担はいくら増えるのか。 またた保護者負担増によって減額され費とその2つに、子ども医療費助成で、薬負担に新たな負担を求めることは、市長がマニフェストで掲げた千葉市で産み育ててよかったと思える子育て支援と逆行する対応であり、マニフェスト違反ではないかと考えますが、市長の見解をお聞かせください。 次に市長の基本姿勢の最後は、選挙について伺います。本年4月はです、ね、統一地方選挙、7月には参議院選挙が執行されました。4月の千葉市議会議員選挙では、稲毛区において無効投票数のうち、白票の数を発表を減らして、最終確定値をする不適切な集計など、3件も不祥事案が発生しました。再発防止を期して、7月の参議院選挙では、中央区内の投票所で投票箱の開場できず、 投票時間の遅延発生など、3件の不祥事が発生しました。また、参院選の投票率は45.6%と50、50%を切る低投票率は、民主主義の根幹に関わる問題で、投票率向上に向けた施策強化が必要と考えます。その上で2点伺います。本年執行された統一地方選挙と参議院選挙で、不祥事が6件も発生し、選挙やまた行政への信頼を損ねるものであります。 どのように評価し、再発防止に取り組む考えなのか伺います。二点目、低投票率の改善に向けては、より投票の利便性を高めていくことが必要と考えます。先般視察しました青森県津軽市では、選挙当日に決められた投票所ではなく、 市民が多く訪れる商業施設において投票できるよう、共通投票所を設置し、市民のとりわけ若者世代の投票率向上につながるなど、効果を上げております。本市としましても、6区各1つにですね共通投票所制度を導入し、選挙当日の投票率向上施策に取り組むべきと考えますが、見解をお聞かせください。次に総務行政の防災について伺います。 えー、スライドをご覧ください、えー、9月9日未明千葉市に上陸した台風15号は観測史上1位となる最大瞬間風速57.5メートルを観測するなど各地で暴風による倒木や停電など甚大な被害を与えましたこちらの時計公民館の敷地の倒木の被害でありますあの電話線が破損,破損したということなんですけれども、まあ、懸命に避難所としてです、ね、機能を果たしていました市民の命を守るための 速やかな停電復旧や生活支援の取り組みが必要であり、今回の災害を次につなげていく取り組みが重要と考えます。そこで3点伺います。1つに台風15号における被害状況と台風被害を受けて、今後の対応に生かすべきことについて伺います。2点目、台風や集中豪雨、直下地震を災害が迫る状況をいかに市民の皆様に伝達し、避難等の子どもに結びつけられるかどうかが被害状況を左右します。 今回の台風15号における避難所情報等が市民に適切に伝わっていない状況が多々ございました。情報弱者へのです、ね、情報伝達の改善や、まあ、災害時に機能するといわれる LINE の活用に取り組む必要があると考えますが、今後の取り組みをお聞かせください。3点目、先日ですね、私、あの青森県の八戸市,市をです、ね、視察をさせていただいたんですけれども、 東日本大震災をきっかけに、防災意識の向上を進めるために、防災ノートを作成をし、小学生、中学生、それぞれ発達に応じて、この防災ノートを使った防災教育に取り組んでおられました。まあ、こうした取り組みで,で、防災について考える親子が、防災ノートを使う前のおよそ倍以上の7割にまで増加するなど、効果が現れています。まあ、本市としましまても 防災ノートを作成をし、すべての児童・生徒に学校を通じて授業に取り組むなど、市民が日頃から備蓄や災害への意識向上につなげる取り組みを求めますが、答弁を求めます。えー、次に、市民行政における ICT 化推進についてであります。えー、本市においてはです、ね、マイナンバーカードの導入におけるコンビニでの住民票写しとの証明発行を進めてきました。 スライドをご覧をいいいたただきたいと思いますこの住民票交付件数の平成30年度なんですけれども、コンビニ交付導入から本年3月末まで、約9万5千件、コンビニ交付件数は全交付の占める割合としましては、わずか3.6%となっています。まあ、高齢化が進展をする中で、カード自体の扱いが好まない方も増える中で,です、ね、各地の連絡書、でこれきか、きめ細かいフォローが引き続き必要であり、 また同時にです、ね、マイナンバーカードの有無にかかわらず、新たな市民サービス向上施策が必要だというふうに考えます。そこで伺います。一つに、住民票のコンビニ発行がわずか3%と低い最大の要因は、マイナンバーカード交付率はわずか16%と、カードが普及していないということが挙げられます。千葉県市川市が住民票の写しの発行についての LINE によるオンライン申請の実証実験を開始をしました。 本市として、さらなる市民利便向上に取り組むべきと考えますが、マイナンバーカードを利用しない LINE 等のオンラインからの証明書申請できる取り組みについて、見解をお聞かせください。二つに、神奈川県が本年より LINEPay の請求書支払いを利用して、県税が納付できるで取り組みを実施をいたしております。LINEPay による納付手続きは、LINE を用いて納付書のバーコードを読み取ることで行うため、 コンビニへ出向く手間などがなく支払いができる、利便性が高いものであります。LINEPay 等のスマホ決済で、市税の支払いをする取り組みについての考えを伺います次に保健福祉行政、熱中症対策についてであります。 本市ではです、ね、8月7日昭和41年から観測史上最高となる38.5度を記録しました同日には太平洋高気圧などの影響により県内各地で猛暑日となってです、ね、熱中症で2人が死亡したとされております温暖化の影響は市民の命と健康を脅かす深刻な事態となっておりとりわけ心配されますのが生活保護受給者でありまた低所得者世帯で ありますそこで2点伺います1点目生活保護受給世帯におけるエアコンのない世帯へ熱中症予防対策として適切な支援が必要と考えます取り組み実績や支援内容の現状についてお聞かせください2点目東京都荒川区が低所得世帯に対してエアコン設置補助事業を展開をしております災害級の暑さから市民の命と健康を守るため 生活保護受給世帯に対しては、速やかにエアコン設置補助の情報提供を行うことや、新たに低所得者に対してです、ね、エアコン設置支援に取り組むことが必要と考えますが、見解を伺います。次に建設行政の交通安全対策についてであります。本年5月に滋賀県大津市の県道交差点で車2台が衝突をし、軽乗用車が信号待ちをしていた保育園児らに突っ込んで、16人が死傷した事故がありました。 まあこうした事故はですね、いつ本市で起きるかも分かりません。そこで伺います。1つに、大津市の事故を受けて、国も動き、交差点の安全対策について、自治体に点検等を進める通知を出したとされておりますが、まあ、本市における交差点の点検状況、および対策予定箇所と取り組みを伺いたいと思います。点点目蒲取駅北口交差点や本田小学学校校かから中学校にかけての 大網街道など地元から交通量が多い交差点での安全対策要望が多数寄せられておりますスライドに今お示しをしておりますけれどもまあ、今回ですね、その点検した箇所以外でもですね、こういった危険な交差点があるということでありまして交通量が多い交差点へのガイドパイプや車止め等の安全対策を進めることを求めますが見解を伺います次に道路を覆う危険な樹木への対応についてであります 市内各地で散見され、相談も多く寄せられているのが、道路にはみ出した樹木等の伐採や選定の依頼であります。樹木が道路にはみ出していると、歩行者や車両の通行の支障となるばかりではなく、道路標識や下部ミラーが見えにくくなるなど、事故の原因となります。また、今回の台風15号における倒木などの被害への復旧も急務であります。そこで伺います1点目 台風15号における倒木の通報件数と対応について及び昨年度で道路にはみ出した民地や伸びすぎた街路樹の剪定や伐採の昨年度要望件数と対応件数について伺います2つにスライドをご覧くださいこちら鎌取駅近くのですね千葉中古バス事業所前の道路でありますけれども まあ樹木は道路反対車線を越えて、電線までせり出している箇所がありました、危険な樹木の,この伐採等をですね、選定等を求める要望書を提出して、対応を求めてきたわけでありますけれども、残念ながら、台風15号に間に合わず、先般の暴風により、道路がこのように塞がれるような危険な状況となってしまいました。こうしたですね道路をう危険な樹木や 伸びすぎた街路樹をですね、早急に剪定伐採等を進め、安心安全なまちづくりを進めることを求めますが、見解を伺います。え次に教育行政におけるう子どもの路上遊び問題についてであります。えー、新興住宅街のですね、不落交となっている道路で遊ぶ子どもや、またその親の振る舞いがですね、住民トラブルとなるケースが近年増加をいたしております。 私のもとにも、市民から住宅前の道路で大きな遊び声や遊具の音が騒音となり、長時間繰り返される状況の中、うつ状態になったというような相談も寄せられました。まあ、こうしたトラブルはですね全国的に広がっておりまして、テレビでもいわゆる道路属と呼ばれる問題について特集が組まれる状況になっています。まあ、行政としましても、課題解決に向けた取り組みが必要と考えます。その上で2点伺います1つ目 子どもの路上遊びにおけるトラブルを抑止していくためには、学校現場はじめ地域においての周知啓発の取り組みが必要と考えますが、どのように取り組む考えか、お尋ねをいたします。2点目、子どもの路上遊びが増える背景には、まあ、本市では開発中の団地ではです、ね、まあ、小規模の公園を業者に作らせて、市に帰属させる。 一方で、子どもがボールを遊びできる公園の環境が足りないことも要因の一つと考えます。学校における放課後工程の積極的開放や、児童館整備、または子どもたちがボール遊びできる程度の面積を持つ公園を積極的に整備すべきと考えますが、見解を伺います。えー、最後にに熱中症対策についてでですす、えー、今年はですね 運動会シーズンとなる5月から30度を超える日が続出をするなど、各地の運動会における対応について、さまざまな苦労の声が寄せられました。教育委員会の調査によると、今年度、小中学校の運動会の当日練習中において、熱中症の被害が5件もあり、小学校においては56%に当たる62校で運動会のプログラムを縮小するなど、対応したとの状況でありますそこで2点伺います。 教育委員会としては猛暑の中での運動会開催においては子どもたちの健康面からどのような対応や方策を取ってきたのか伺います2点目今後も温暖化の影響で5月以降から急激に猛暑となる日が続くと想定をされます運動会において子どもたちの健康を守る観点から子どもが感染する箇所にテント等を設営をし日陰環境を作るなどより一層の安全配慮策を 求めますが見解をお聞かせください以上で一回目の質問を終わります答弁願います 熊谷市長ただいま、日本共産党千葉市議会議員団を代表されまして、樺沢洋平議員より姿勢各番にわたるご質問をいただきましたので、順次、お答えをいたします。 はじめに平成30年度決算についてお答えをいたします。まず、心身障害者福祉手当の見直し分2億3800万円の配分についてですが、見直しにより生じた財源は、主に重度もしくは特別な配慮を必要とする方への喫緊の課題に対応するため、発達障害者支援センターの相談員の増員や、共同行動障害者の受け入れ体制を強化するための報酬加算制度の創設のほか、 依存症対策や、ひきこもり地域支援センターの運営の強化など、一般財源総額約1300万円の事業に活用するとともに、年々増大する障害者介護給付費など、安定的な制度の維持や、多様化するニーズへの的確な対応が課題となっている障害福祉事業に活用しており、今後も見直した財源を活用し、引き続き障害福祉施策の充実に努めてまいります。次に病院事業の医療収支改善に対する評価と、今後の病院事業の在り方についてですが。 昨年度は第4期病院改革プランの初年度として、週間対策としての地域の医療機関への訪問や、経費、材料費などの費用削減への取り組みなどにより、おおむねプランの計画値を達成いたしました。これは臨床現場で患者と向き合う職員の努力の成果であり、また経営改善に取り組む意識が浸透したことにより、収支改善の目が出始めたものと認識をしております。 経営の健全化を図りながら、市民の医療ニーズに十分に応えていくためには、将来の人口や患者の動向、医師などの医療人材の動向を見据えながら、他の医療機関との役割分担の下で、持続可能で効率性の高い体制を構築していくことが必要と認識をしております。え次に、市民生活に直結した関連事業が不十分であったと考えるが、そのことについての見解は、とのことですが。 道路整備や交通安全対策をはじめとした市民生活に密接する関連施策については、住民福祉の向上や、本市の持続的発展の観点から重要な事業であると認識をしており、これまでも市民ニーズに的確に対応できるよう、限られた財源を効率的に配分し、最大限事業費の確保に努めてきたところであります。 今後、税収の大きな伸びが期待できない中、これまで以上に効率的な予算の配分が必要となりますが、引き続き施策の選択と集中を通して必要な事業量の確保に努めてまいります。次に消費税10%増税についてお答えをいたします。 まず、消費税10%増税について、今、増税すべきではないとのことですが、少子・超高齢化が進展していく状況において、社会保障の充実および安定化を図るための財源の確保の観点から、経済動向等を踏まえ、税率の引き上げを国が総合的に判断したものと認識をしております。 なお消費税率引き上げに伴う低所得者等への支援として、プレミアム付き商品券の発行や、介護保険料の軽減といった取り組みを実施しているところですが、税率の引き上げが市民の負担増につながることを踏まえ、引き続き国の動向を注視して、適切に対応してまいります。次に、キャッシュレスポイント還元事業の本市の中小商店における登録申請状況や市の取り組み状況についてですが、 一般社団法人キャッシュレス推進協議会によれば、市内の加盟店登録申請件数は公表されておりませんが、千葉県内では9月5日現在で約1万9000件となっており、経済センサスによる県内の小売りサービス事業者の総数約6万件に対し、3割ほどの申請状況となっております。申請件数を伸ばしていくためには、制度の周知が何よりも重要なことから、本市として公益財団法人、千葉市産業振興財団や、 千葉商工会議所など、関係機関と連携し、消費者へのポイント還元対象店舗となるために必要なキャッシュレスの環境整備や加盟店 ID 取得の方法について、セミナーの開催に加え、各商店街や店舗への訪問などにより、積極的に周知を図ってまいりました。本事業の取り組みがキャッシュレスの普及促進や、地域経済活性化の鍵を握るため、今後もきめ細かい対応を図ってまいります。 次にプレミアム付き商品券事業の課題と市の対応についてですが。 プレミアム付き商品券事業は、住民税非課税者および3歳半未満児がいる子育て世帯を対象に、消費税の引き上げが消費に与える影響を緩和し、地域における消費を下支えすることを目的に実施されるものであります。9月11日時点での住民税非課税世帯の申請率は約25%であり、申請を促進し、対象者の方々に広くご利用いただくように努めていくことが最も重要であると考えます。 そのため申請書の様式を簡略化したほか専用、専用ホームページの開設やコールセンターの設置など、制度周知のための取り組みを強化してまいりました。また商品券販売所を郵便局や大型店など、市内110か所に設置したことに加え、商品券利用可能店舗の募集も積極的に行い、現在までに市内約2500店舗に登録をいただいております。 さらには日用品の買い物にも利用できるよう、商品券1枚の額面を500円とするなど、利用者の利便性の向上も図っているところです。今後もより高い事業効果が得られるよう、さらなる制度周知や利用可能店舗の拡大等に取り組んでまいります。えー、次に年金についてお答えをいたします。まず、金融庁報告書と、老後安心に向けた年金に関する本紙の取り組みについてですが、 この報告書は人生100年時代と呼ばれる高齢社会を迎える我が国における金融サービスの在り方を示したものであり、個々人においては人生100年時代に備えた資産形成や管理に取り組むこと、金融サービス提供者においては社会的変化への適切な対応と、それに沿ったサービスの提供が求められていることなどをまとめた報告書と認識をしております。 なお老後の安心に向け、本市では国が来月より始める所得が低い方の生活支援のための年金生活者支援給付金について、市政だよりを通じてお知らせするなど、国と連携した対応を行ってまいります。次にににマクロ経済スライド廃止にかかる国への要望についてですが マクロ経済スライドは、年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するために、国が導入した年金額見直しの手法であると認識をしております。年金制度は高齢者の生活を支える重要な制度であることから、本市としては、老齢基礎年金の増額など、緊急性の高い項目について、他の政令指定都市と連携して、国に対し要望をしているところです。次に IR カジノ誘致についてお答えをいたします。 まず民間事業者への情報提供依頼を行う理由と狙いについてですが、本年5月に市内の企業グループから幕張新都心における IR の事業提案があったことを踏まえ、本市が IR を導入するか否かを判断するにあたって必要な情報の収集を行うため、本市の枚数誘致力に対する評価や、 本市において実施した場合における IR のイメージや事業性、経済的効果、そして IR 整備に伴う懸念事項とその最小化に向けた取り組みなどについて、民間事業者に対し、情報提供を依頼したものであります。 次にどのような方法でいつまでに誘致の判断をするのか、市民意見をどのように反映させるのかとのことですが、今回の情報提供依頼の手続きを進める中で、本年10月に寄せられる民間事業者からの情報提供をもとにして、個別にヒアリングを行うなど、しっかりと分析を行うこととしております。またさらなる情報収集の必要性や、市民に対する情報提供、ご意見を伺うための方法なども併せて検討し、国の動きなども見ながら判断につなげてまいります。 つい、えー、にここに来た検討段階を上げ、誘致に向けて動く姿勢は市民を欺くものではないのかについてですが、本市はマイス都市である幕張新都心の活性化、強化に向けた選択肢の一つとして、日本型 IR を認識をしており、平成26年度には幕張新都心における IR 導入可能性調査を実施するなど、これまで慎重に検討を進めてまいりました。 本年5月に市内の企業グループによる具体の提案があったことから、IR を誘致するか否かを判断するために、さらなる情報収集が必要と考え、今回の情報提供依頼を実施したものであり、引き続きしっかりと検討してまいります。え次に市政100周年についてお答えをいたします。まず、これまでの100年にわたる千葉市のまちづくりについてですが、本市は1921年の市政施行後、12の隣接町村との合併や、こういう水面の埋め立てによる地域の拡大、 高度経済成長期を中心とした人口増加を経て、1992年に政令指定都市となり、現在に至っております。この間、千葉空襲により、市中心部の7割が焼失するような不幸な事態にも見舞われましたが、総じて言えばこの100年間は、都市としての成長発展の歴史であり、人口や都市における諸活動を支える都市基盤が着実に整えられてきたものと考えております。 そうした中にあって、例えば国特別史跡に指定された香り、貝塚の保存運動にまちづくりにおける市民参加の方が,が見られるなど、行政だけでなく、市民や企業団体などがそれぞれの立場からまちづくりに関わり、現在の千葉市を形作ってきたものと考えております。次に100周年記念事業を市民の声のまちづくりへの反映など参加の契機とすることについてですが。 今回の記念事業は、千葉市に関わるすべての人々が、本市の都市としての成長の歩みを振り返り、その役割や価値を見つめ直し、これをいかに未来へ継承、発展させていくのかを考え、行動につなげることを基本的な理念としております。そうした中、例えば記念事業の中心的な取り組みである、次期基本計画の策定において、去る8月4日に実施をしたワールドカフェの開催を皮切りに、市内の街づくりに携わる団体等から提言をいただく、団体等提言募集、 市民研究員が研究提言などを行うまちづくり未来研究所などえ市民のまちづくりへの参加につながる取り組みを順次実施してまいることとしておりますまた記念事業を行政のものとしてしまうのではなく本市に関わる全ての市民企業団体が主体となり記念事業に参画できるよう仕組みを整えておりそうした事業活動の中で得られた経験や培われたものをまちづくりを支える力としていくことができるよう取り組んでまいります 次に市民から100件の募集に取り組むなど、本市の魅力と魅力をライフスタイルとともに市民に再発見、再認識してもらい、全国にも魅力を発信することについてですが、今後100周年,100周年事業の取り組みで実施することとしている写真コンクールや絵画コンクールなどを通じて、市民が身近な風景や魅力に気付く機会を創出するとともに、投稿された作品を市ホームページなどで発信するほか、 市民自身の手によるさらなる拡散の仕組みを検討するなど、地域内にとどまらず、より多くの人に共有され、本市の魅力の発信とその認知度の向上につながるよう努めてまいります。えー、次に、一律病院の在り方についてお答えをいたします。まず、千葉市病院事業の在り方検討委員会の投資についての私の受け止めと評価についてですが、 本市の将来的な医療需要や、両一律病院が抱える課題を踏まえ、さまざまな分野の有識者の方から、それぞれの専門的な知見に基づいたご意見が反映されているものと認識をしております。この答申の内容を真摯に受け止め、海浜病院の老朽化への早急な対応や、 救急医療体制の強化について検討を進めていくとともに、青葉病院の機能や規模についても、その立地などから主演医療機関との役割分担や関係性を明確にすることが重要とのご意見を踏まえ、検討を進めていく必要があると考えております。え次に、今後の両一律病院の在り方における意思決定のスケジュール、および市民の声をどのように反映させるかについてですが、 会病院の老朽化への対応については、早急に検討を行った上で、基本構想として、両一律病院の具体的な方向性をまとめていきたいと考えております。基本構想の策定は、来年度の前半を目標としており、市民を対象にした無作為抽出によるアンケートや、パブリックコメントにより、市民のご意見も参考にしながら検討を進めてまいります。次に青葉病院の重要性をどのように認識しているのかについてですが。 青葉病院は市内一円から救急搬送患者を積極的に受け入れているほか、身体合併症を有する精神疾患への対応、災害医療などの政策的な医療に取り組むなど、本市の中核的な病院の一つとして重要な機能を有しているものと認識をしております。次に防災についてお答えをいたします。まず台風15号における被害状況と、台風被害を受けて今後の対応に生かすべきことについてですが、 9月17日時点の主な被害状況は、強風等の影響による負傷者87人、住家の全壊1棟、半壊4棟、一部破損263棟、学校施設等の被害50件、崖崩れ4件、車両被害20台などのほか、市内の広範囲で9万件を超える停電が発生したため、区役所、公民館等の避難所を開設いたしました。 また停電が長期化する中で、一時的な避難場所として、無料で利用できる宿泊施設の用意や、学校施設を活用した支援施設などを設置をしております。え次に今後の対応ですが、この度の台風被害が収束した後には、今回の台風被害および対応について、課題を明確にした上で、具体的かつ効果的な対応策について、早急に検討してまいります。 特に観測史上最高の瞬間最大風速57.5メートルの暴風により、これまでに経験したことのない広範囲で長期にわたる停電が発生し、市民生活に重大な影響を及ぼしたことから、停電時におけるより迅速かつ的確な対応について検討してまいります。次にに情情報報弱者へののののの伝達の改善やの活用の今後の取り組みについてですが 災害発生や避難勧告、被災者支援などの緊急情報をすべての市民に確実かつ迅速に届けることは極めて重要であり、重層的な伝達手段を整備する必要があると考えております。これまで防災行政無線をはじめ、広報車や千葉市安全安心メール、緊急速報メール、ツイッター、フェイスブック、LINE などを活用し、情報配信を行ってまいりましたが、 携帯電話を使用していない高齢者などにも確実に情報を伝達するため、今年度から新たにご自宅の電話やファックスに自動的に緊急情報を配信するサービスを12月から開始をする予定です。今後も LINE などを有効活用する方法について、調査・研究を進めるとともに、引き続き市民の皆様に情報伝達手段について周知・啓発を進めるなど、情報伝達体制の強化に努めてまいります。 最後に市民が日頃から的確な避難行動を取れるような取り組みについてですが、今回の台風においても、市民の皆様が日頃から災害のリスクを認識し、発災時には自らの判断で的確な避難行動を取ることの重要性が明確になりました。本市では地震や大雨等における被害想定区域や避難所、防災行政無線等の防災情報のほか、各リスク対策へのリンクを集約したポータル機能など、 市民の皆様の的確な避難行動に必要な防災情報を発信するため、ウェブ版ハザードマップの作成に着手をしております。当該ハザードマップについては、子どもからお年寄りまで、幅広い世代の方々に活用していただけるよう、あらゆる機会を捉えて周知に努めるとともに、防災ノートなどの導入につきまして、今後、調査、研究してまいります。以上で答弁を終わります。私の答弁以外につきましては、両副市長教育長から答弁をいたします。 鈴木副市長市長答弁以外の所感についてお答えしますはじ、えー、めに東京2020オリンピックパラリンピックについてのうち所管についてお答えします、えー、まず来場された市民や国,国外の方を守るための熱中症対策についてですがオリンピックパラリンピックの開催期間は夏の猛暑の時期であることから来場者に対する熱中症対策は各競技会場の個別の事情を踏まえて 十分検討すする必要がありま幕張、えー、メッセ会場につきましては、JR 海浜幕張駅から徒歩約5分と至近であり、また会場周辺、商業施設および会場内は空調設備が整っておりますので、ハード面での熱中症対策は考えておりませんが、都市ボランティアによる水分補給などの注意喚起や、救護所の設置などにより対応してまいりたいと考えております。次に 次に市内小中学生がパラリンピックを観戦できるような取り組みについてですが、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会による学校連携観戦プログラムが実施されることになっております。本市としてもパラリンピックの観戦は、障害者への理解を深め、共生社会を実現する上でまたとない貴重な機会であると考えております。このため、町内関係課長や小中学校の校長会長 校長会長等からなる千葉市オリンピックパラリンピック教育推進会議のもとに感染プログラム部会を設け児童生徒のパラリンピック観戦のための検討を進めております今後千葉県のオリンピックパラリンピック担当部署とも連携して感染実現に向けて取り組んでまいります 次にに子ども医療費助成についてお答えしますえまず、小学生2人を子育,てモデル子育てするモデル世帯で年間負担はいくら増えるのか、また保護者負担増によって減額された私費とその人についてはどのように考えているのかについてですが、制度見直しによる調剤を含めた通院受診にかかる受給者1人当たりの自己負担増加額増加見込み額は、年間平均で2300円を見込んでおります。えこのため小学生 2人を子育てする世帯では新たに年間平均で4600円のご負担をお願いすることとなります負担増により減額された支費の額と今後の配分への考えについてですが平成30年度実績に基づく試算では 保護者自己負担額が約保護者負担額が2億5900 59万,万円増加となり、子ども医療費助成のうち資費が2億2100万円の減、県補助金が補助対象経費の減少により3800万円の減となります。なお減額された資費のシーにつきましては、小中学校のエアコン整備に係る維持管理経費のほか 子どもにかかる施策に充てることとしており、具体的には今後の予算編成過程で検討してまいります。 次に、町剤に,新た,に新たな負担を求めることは、市町マニフェスト違反ではないのかとのことですが、今回の町剤への保護者自己負担導入は、子どもの健康維持という制度の趣旨が損なわれない範囲で、子ども医療費助成制度を継続させつつ、子育て支援の充実、拡充が必要な新たな需要に、今回の改正による私費減額分を活用し、子ども施策全体を充実させ ため実施するものであり今後制度改正の趣旨などを市民の皆様に丁寧に説明することに努め理解を得られるよう取り組んでまいります引き続き多様化する子育て支援に的確に対応するなどこれまで取り組んできた子育て支援策をさらに充実拡充させ千葉市で海育てて良かったと思えるまちづくりに取り組んでまいります 次にに選挙についてお答えしま,すまず、統一地方選挙と参議院選挙での不祥事について、どのように評価し、再発防止に取り組むのかについてですが、選挙事務におけるミスは、選挙の公正さを損ないかねないものであり、大変遺憾に存じております。 再発防止に向け、業務にあたっては複数人で確認するなど、改めて組織として対応することを徹底いたしました。また、事務事業者が業務内容を理解しやすいよう、具体的に手順を示すとともに、選挙事務や有権者の貴重な1票を扱う業務であるという視点に立って取り組むよう、周知を図ったところであり、 今後、適正な選挙を執行していくということによりまして、市民の皆様の信頼にの回復に努めてまいりたいと考えております。 次に、共通投票所制度を導入し、選挙当日の投票率向上施策に取り組むべきとのことですが、選挙当日、定められた投票所とは別に、区域内のどの選挙人も投票できる共通投票所は、選挙人の利便性向上に資する制度と認識しております。しかしながら、同一の選挙人の二重投票を防止するため、共通投票所と他の投票所をすべてオンラインで結ぶネットワーク環境の整備が必要となりますが、 本市などを規模の大きな都市では、数多くある投票所間での安定したネットワークの維持や、システム障害発生時の対応のほか、システムの導入および維持に要するコストなど、解決すべき課題が多くありますので、他都市の状況を注視しつつ、引き続き研究してまいります。 次にに ICT 化推進についてお答えしますまず、マイナンバーカードを必要としないオンライン申請による証明書交付についてですが、本市では平成29年1月から住民票の写し等の交付において、コンビニ交付を導入しており、新たな証明書交付の手法のは検討しておりません。本年3月より千葉県市,川市 が住民票の写しの交付において LINE によるオンライン申請の実証実験を開始したところですが 本人確認の方法が国の公的個人認証によるものではなく、自らの本人確認事項を写真撮影して送付する方法を用いており、情報セキュリティの面で課題があると考えられることから、その動向に注視しているところであります。住民票の写し等のコンビニ交付に必要なマイナンバーカードについては、令和3年3月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用を可能とするなど、国においてカードの利用 利便性向上のための取り組みを進めており、本市としてもマイナンバーカードの普及およびコンビニ交付の利用促進に努めてまいります。 次に LINEPay 等のスマホ決済で市税を支払いする取り組みについてですが、スマホ決済はすでに導入している、あるいは導入を検討している自治体が増えてきており、本市においても納税者の利便性の向上に効果が期待できるものであります。スマホ決済を導入する場合には、コンビニエンスストア納付を委託している収納代行業者が、スマホ スマホ決済により納付された資税についても取りまとめて、本市に納めることができる仕組みが必要となってまいります。しかしかながら現在 本市が委託している収納代行業者は、スマホ決済による納付を取り扱いの対象としておりません。そのため、スマホ決済を導入するには、それを取り扱うことができる新たな収納代行業者の選定を要するほか、本市の税務システム等についても、その改修が必要となるものであります。このことから、先行して導入した都市におけるスマホ決済の利用状況等を調査し、その費用対効果を見極めながら、導入の可否を検討してまいります。 次にに熱中症対策についてお答えしま,すまず、生活保護世帯におけるエアコンのない世帯への熱中症予防対策としての支援についてですが、取り組み実績として、生活保護世帯へのエアコン設置については、昨年7月からの国の通知の改正により、高齢者などの熱中症予防が特に必要なものがいる場合の冷房器具が新たに支給の対象となり、生活保護を開始する場合、 転居に伴う新旧住居の設備の相違により、現に所有している器具が使用できない場合、長期に入院・入所していた単身者が退院・退所する場合などの5つの要件に該当した場合には、毎月支給する生活費に加え、エアコンの購入に要する費用の支給が可能となったものであり、これまでの これまでに申請のあった件数は、昨年度は7月から3月までに24件、今年度は4月から8月下旬までに20件となっております。なお、この支給要件に該当しない場合は、社会福祉協議会の生活福祉資金 貸付の活用を案内しておりまして、これまでに申請のあった件数は、昨年度は7月から3月までに19件、今年度は4月から8月下旬までに19件となっております。最後にに生活保護世帯に対するエアコン設置補助の情報提供と 低所得世帯に対するエアコン設置支援についてですが、生活保護世帯に対するエアコン設置補助の情報提供につきましては、先ほど申し上げた支給対象となる高齢者などの熱中症予防が特に必要なものがいる場合。 であって5つの要件に該当する場合には対象となる世帯に対しケースワーカーが直接制度の説明を行っており今後もより一層の収支に努めてまいりますまた生活保護世帯以外の低所得世帯に対するエアコンの設置につきましては必要な世帯に対し社会福祉協議会の生活福祉資金貸付の活用を積極的に案内するなどの支援を引き続き行ってまいります以上でございます 服部副市長首相との対話についてお答えをいたします。はじめに幕張目線における武器見本市についてお答えをいたします。 まず、幕張メッセで国際武器見本市が開催されることについてですが、幕張メッセでは年間を通じてビジネス展示会や大規模イベント、国際会議などが開催をされております。それら、最初の開催に当たっては、千葉県の日本コンベンションセンター国際展示場設置管理条例等に基づき、施設の指定管理者である株式会社幕張メッセが利用を承認したものと認識をしております。 次に展示製品の内容の評価についてですが、本年6月に開催されたマストアジア2019防衛装備技術国際会議展示会では、海洋および航空安全保障に関するシンポジウム、論文発表のほか、防衛装備、技術に関わる展示等が行われておりました。展示の内容については評価する立場にありませんが、防衛省、経済産業省などの国の機関の講演の下、開催されたものと認識をしております。 次に東京2020オリンピック・パラリンピックについてのうち所管についてお答えをいたします。バリアフリーズナの全市における推進についてですが、本市では今年度より新たなバリアフリー基本構想の策定するための調査、検討を開始しており、 8月には計画の策定や実施に関して、必要な協議などを行うバリアフリー基本構想推進協議会の第1回を開催したところであります。協議会は、学識経験者や関係行政機関のほか、複数の交通事業者、高齢者や障害団体等の代表者などで構成されており、実際に団体の皆様と一緒に施設や街を歩くことで、多様な視点で地域課題を把握するとともに、配慮すべき事項などについて情報を共有し、検討を進めてまいりたいと考えております。 ております。なお基本構想の見直しに先立ち4月には駅前広場や生活関連道路等へのベンチの設置について千葉市歩行空間のベンチ設置計画を策定し計画的に取り組んでいくこととしたところであります次に交通安全対策についてお答えをいたしますまず大津市での事故を受けての交差点の点検状況対策予定箇所数取り組み内容についてですが 本年6月末までに過去5年間に交差点内の車両同士の事故が多く発生している、新興交差点などの59箇所について、安全点検を実施をいたしました。そのうち子どもが事故の当事者となった交差点などの8箇所については、交通管理者との合同点検を実施したところであります。現在、すべての点検箇所について、安全対策案を策定中であり、今後、車止めやガードパイプ、路面表示などの設置を順次進めてまいります。 次に対策の対象箇所以外で、交通量の多い交差点へのガードパイプ等の設置に対する見解ですが、交差点に設置するガードパイプや車止めは車両の歩道への乗り入れ防止などのため、交差点の形状や障害者を含めた 歩行者の動線などを考慮した上で設置することとしておりますこのことから対象箇所以外の交差点についても、交通量や事故の状況などを踏まえた上えで、通行の安全確保を最優先に考慮し、ガイドパイプや車止め設置などの安全対策を進める必要があるものと考えております。 次に道路を覆う危険な樹木への対応についてお答えをいたします。まず台風15号における倒木の通報件数についてですが、台風が通過した翌日の9月10日時点の集計では、倒木の通,通報件数は1211件となっております。 またその対応についてですが、土木事務所、公園緑地事務所及び災害協定を締結している千葉市建設業協会をはじめとする関係団体と連携し、通行障害が発生していた幹線道路を優先して、倒木処理を行い、9月11日までに完了いたしました。なお、その他の倒木についても順次処理をしております。 次に道路にはみ出した民地の樹木や伸びすぎた街路樹についてですが、これらの樹木の剪定や伐採に関し、昨年度に市民等から寄せられた要望件数については、726件で、その対応件数は712件となっております。残る14件については、現地調査の結果、直ちに交通支障とならないことから経過観察を行いながら、影響が出る前に剪定などを行うよう、樹木の所有者に指導してまいります。 最後に道路を覆う危険な樹木や伸びすぎた街路樹を早急に剪定、伐採等を進め、安心安全なまちづくりを進めることについてですが、道路を覆う便中の樹木は通行証や <coughs> 信号交通標識などが見えにくくなることから、道路にはみ出さないよう、市ホームページや市政よりで周知するほか、樹木の所有者に選定や、 伐採などを行うよう適宜指導しており、引き続き適正な樹木の管理について、市民の皆様に協力を求めてまいります。一方、街路樹につきましては、樹木の生育サイクルに合わせ、限られた道路空間に適合するよう、計画的に選定作業を実施をしております。しかしながら、作業の実施時期によっては、道路を覆うように繁茂した樹木も見受けられることから、道路交通に支障をきたすことないよう、個別に対応を図ってまいります以上でございます。 教教育長初めにに小中学校普通教室へのエアコン整備についてお答えしますまず、区画時点における小中学校普通教室のエアコン整備状況と、地元業者の活用についてですが、リース方式で整備する小学校については、56校中52校、中学校については41校中3 1校が着工済みです。 直接施工方式で整備する小学校については、現在、工事入札の手続きを進めており、中学校については、今月上旬に設計業務が終了し、工事入札に向けた準備を行っているところであります。地元業者の活用については、直接施工方式の設計委託業務についての入札参加資格要件を、千葉市内に本店を有するものとし、市内業者が受注しております。 また工事については同様の要件とし、地元業者の活用に配慮をしてまいります。次に、エアコン設置が完了した学校から速やかに稼働することについてですが、直接施工方式で整備する小学校は来年3月末、中学校では来年6月末までに設置することとしておりますが、設置が完了した学校から速やかに稼働を開始します。なおリース方式にによよるる整備による学校は リース契約の関係から来年4月からの稼働となります次に子どもたちの熱中症対策及び災害時における市民の避難所となる体育館のエアコン整備についてですが夏季における児童生徒の熱中症を予防する上で体育館へのエアコン設置は有効であると考えておりますまた避難所として体育館を使用する場合においても避難者の,健康,の保持し健康を保持し良好な生活環境を確保する上で有効であると の認識から他都市の状況や被災地の実態等について調査の上検討してまいります次に子どもの路上遊びの問題についてお答えしますまず子どもの路上遊びにおけるトラブルを抑止していくための取り組みについてですが各一律小中学校では交通事故防止の観点などから路上遊びの禁止について子どもたちに朝の会や全校集会等で指導しております また、長期休業期間を中心に、PTA、保護者会と学校職員などが協力して、公害パトロールを行っております。今後、学級活動等で路上遊びの禁止について、きめ細かな指導を行うとともに、学校代理等を活用し、保護者や町内自治会に周知、啓発してまいります。次に、学校における放課後工程の積極的開放や、児童管制日、子どもたちが、 ボール遊びできる公園整備についてですが、子どもの健やかな成長には、のびのびと安全にボール遊び等ができる空間が必要であることから、放課後の校庭開放を全小学校で開放、展開していくと,とともに、子ども交流館などの子ども、若者の居場所づくりなどに取り組んでまいります。ままたボール遊びができきる一定規模以上の公園整備につきましては 地域の状況や公園の配置バランス等を踏まえた上で検討を進めてまいります次に熱中症対策についてお答えしますまず運動会開催において子どもたちの健康面からどのような対応や方策を取ってきたのかについてですが教育委員会では毎年暑さが厳しくなる5月中旬に全一律小中学校へ運動会体育祭の開催における安全管理の徹底についての通知を受け 発出し、WBGT の計測器を活用して、明日指数に応じた対応を行うこと、こまめに水分補給を行うこと、一日を通して児童・生徒の体調の把握に努めること、具合が悪くなった児童・生徒は、すぐに運動を中止させ、必要な措置を取ることなどの周知を行い、対応の徹底に努めてまいりました。最後ににに運動会において子どもが感染する箇所に テント等を設営するなどの安全配慮策への見解についてですが、直射日光等を防ぐテントの活用は、熱中症を予防する上で有効な手立ての一つであると考えております。テントの保有数が限られていることから、一部の学校での使用となっておりますが、今後、体育主任会等を通じて、テントの積極的な活用を各学校に啓発してまいります以上でございます。 川沢陽平議員。はい、えー、一部順番を変えましてですね、二回目の質疑を行いたいと思います。えー、まずはじめに平成三十年度決算についてであります。心身障害者福祉手当の見直し。二億三千八百万円の使途について、先ほど正しますと。まあ、答弁は喫緊の課題に対応するため。発達障害者支援センター相談員等の増員など。約一千三百万円の授業に活用し。 障害者介護給付費などに活用したとの答弁でありますあの議会では説明してきたのは、この喫緊の課題に対応するためだと強調されてきたわけでありますけれども、その施策については、まあ、わずか1300万円であり、見直し予算の1割にも満たないということについては、これはの議会に説明してきたところ、総合があると言わざるを得ません。そこで伺います1点目 事務事業の見直しにおいてです、ね、財源が説明通り適切に配分されてないことは問題と考えますが、見解を受けます。また、健康や命に関わる福祉カットを財政健全化の名の下、推し進めることは中止することを求めます。2つに、市民要望の多い道路整備や公園投影環境整備について、予算編成が不十分だったのではないかと問うと、さっきの主張答弁ではです、ね、最大限事業費の確保に努めてきたと。 いうようよな答弁でありました、まあ、しかし、ですね答弁とは実態違いまして、例えばトイレに公園,をし公園にですね、えー、トイレを新設してほしいという要望は、これ、10年以上先送りになっている、案件すらあるほどで、まあ、これは本当に整理市しなのか、恥ずべき状況だと言わなければなりません。財政健全化のための必要以上の資材発行の抑制は、市民生活に悪影響を与えています。市民が日々使う道路整備予算 または今回の倒木もありました土木の予算さらに言えば公園のトイレ様式化を申請するための公園予算などこういった生活密着分野に重点的に予算を配分することを求めますが改めて見解を伺います次に消費税増税についてであります先ほどの答弁ではですね、キャッシュレス決済については県内で未だ3割程度の申請状況でありまたプレミア付き商品券も 住民税非課税世帯の申請状況は2割程度という状況が分かりました、スライドをお示ししてますのがです、ね、やはり消費税の影響というのが、我々の賃金に大きく影響を与えてきたんだということだろうというふうに思うんです。ちょっとお示ししてますのがです、ね、先進主要国の時間あたりの賃金の推移ということなんですが、まあ、先進国の中で残念ながら日本だけが、ね、8.2%下がっていると。 いうことであります、まあ、消費税による大きな弊害として、内需の消費が冷え込んで、それが労働者賃金の低下、む、まあ、無ん非正規雇用の増加などもありますけれども、そういったものが市民生活をどんどん苦しくしている、これが実態だということであります。その上で、再度伺います、消費税増税10%の増税で,です、ね、消費低迷、企業業績悪化、実質賃金低下、間違いがありません。 市民の暮らしを守る立場から、消費税増税の中止を求め。社会保障の充実の財源はですね。大納付担の原則に立って。行き過ぎた法人税減税の見直しなど。これを国に要望すべきだというふうに考えますが。市長に改めて伺いたいと思います。次に、幕張メッセでの武器見本市についてであります。まあ、先ほどですね。まあ、市の職員現地視察をされたということでありまして。まあ、防衛省の講演のも開催されたと。まあ、特に問題はない。 評価はできないということであります。まあ、しかしながらですね。私はじめ中村議員、阿久井議員がこれは入場予約をしてたんですけれども。突如としてま入票入場拒否をされ。2時間後に入場できたものの、また多くの市民がですね。これ、入場拒否された。これはもう本当に大きな深刻な問題だという風うに思います。その上で伺います。入場申請していた議員や市民が入れなかったことを。 どう評価するのかどんなイベントであろうとです、ね、これ、正当な理由なく、入場を拒否するような主催者、または運営会社に、市として適切に指導をすることを求めますが、見解を伺います次にスライドをご覧ください、2点目でにです、ね、これ、千葉市の平和都市宣言であります、まあ、私たちは最後、赤くしてますけれども、核兵器などによる戦争への脅威をなくすと。 いうこ核兵器などに、など、などというところにもです、ね、これはボは武器もある意味入るんじゃないでしょうか、まあ、千葉市のです、ね、幕張メッセージで売買された武器が、これ、世界の紛争で使われる人の命を奪うことにつながったとしても、これは何とも感じないのか、市が目指す平和とは、これ日本だけの平和なのか、お考えをお聞かせください。次に千葉市へのカジノ誘致について、改めて伺いたいと思います。 スライドをご覧くださいこれ、あの千葉議総研による IR に関するアンケート調査でありますけれども、市全体でもあの反対が多数なんですが、やはりとりわけ、美浜区民、幕張への IR 導入については、どちらかといえば反対と、反対を合わせると、56%と反対世論が多数であります。先、まあの市長答弁でありますと、有、ま、事、あ、は判断のためには、情報収集が必要であり、まあ、引き続き検討するんだと。 いうことでありましたこれ、仮にです、ね、民間からいい提案があれば、これ、横浜市のように、突如として、カジノ誘致を表明しかねない事態だというふうに思うわけであります。その上で伺いますが、スライドをご覧ください。本市が昨年度実施しましたです、ね、ギャンブル等依存症問題に関する調査において、問題ギャンブラーの一般人口に対する比率、 とということでありますで上が千葉市ですね、下が国ということなんですが、千葉市調査7.2%、国、男性1.5%ということでありまして、これ、調査方法が違うんで,です、ね、これ単純な比較はもちろんできないんでありますけれども、まあ、現状ある遊戯であり、または競輪、競馬、公園ギャンブル等で多数のギャンブル依存者がいる中で、これ、新たにですね、カジノ誘致をすることによって、 これギャンブル依存者を増やすことは、やはり問題であると言わなければなりません。人の不幸の上で、経済成長ややはりまちづくりを進めるべきではありません。カジノ誘致中止の決断を強く求めます、市長に改めてお答えをお願いたいというふうに思います。次に一律病院問題ででありますけれども、まあさっきの答弁で、えー 阿波病院の機能や規模を検討していくということでありました。でスライド、ちょっとお示ししてます。ちょっと字が小さくて、すみません。五年間のです、ね、平均の阿波病院の搬送者数であります。けれども、この立地の中央区は三十八パーセント高い割合であります。けれども、ロックすべてですね。十パーセントを超える搬送割合があるということであります。また、先の台風十五号においても、先ほど答弁あったとおりですね。災害医療として。 市民ののの命を守るるための重重要要拠点病院とととしててな機能を担っていいいうこででありますその上で伺いますすそ上伺千葉市病院事業在り方検討委員会の答申では、救急体制の充実が必要と、こういう意見がなされておりまして、で青葉病院の収支から見まして、この状況から判断しましてです、ね、救急機能縮小ではなく、むしろ拡充を図っていくことこそが、今、市民の皆様がお求めになられている。 ことであり、その市民の責任ある対応ではないかということで伺います。次に小中学校エアコン整備についてあります。台風十五号の影響においてですね、私は地元を回るとですね、学校の体育館も避難所として開放してほしいという声はかなり多数のから寄せられました。そこで改めて伺います。台風十五号による未曾有の長期停電を体験した自治体の市民のへの責任としてですね、速やかに避難所となる学校体育館へのエアコン設置に向けて。 まあ、来年度、予算で措置することを求めますが、改めて決意をお聞かせをください。次に子ども医療費についてであります。先,先ほどの答弁、えー、あくまでもまあ負担増を推し進めるという姿勢なんですね。でお示し、スライドでさせていただいているのは、千葉市が行った子ども未来応援プランのアンケート調査なんです。でこのの家計についての質問で 子どもの体調が悪くて、病院等を受診した方が良いと思ったのに、受診しなかった世帯32、32%のうち、医療費の支払いが困難だったという方が、左側、赤くしております、8.7%、病院までの交通費の支払いが困難だった、こういう方が5.4%、あ7%ですね、失礼しました7、7%であります。 ああるととといいいいうことででりまますすその上で伺いたいと思います1つに、子ども医療費負担増によってです、ね、貧困家庭の医療にかかる権利を奪うことにつながるのではないか、こ子ども医療費の負担増によって、子どもの受診機会を遠ざけ、重篤化させるようなことは、市の医療費負担増を結局、増加させるのではありませんか。2つに、子ども医療費の薬負担を求める自治体は、千葉県内では千葉市しかありません。千葉県内で最も 子育てしにくい町という評価につながり、子育て世帯に選ばれないということになりますと、税収の低下、少子高齢化の一層の進行を招き、活力を失うことになるのではありませんか。子育てしやすい千葉市のためにも、子ども医療費負担増は中止することを求めます。 最後に防災についてであります。台風15号における被害状況、今もってさらに被害が拡大をしております。先、まあの答弁では、停電時におけるより迅速かつ的確な対応について検討するとの答弁がありました。今も市内、若葉区、そして緑区含めて、約200世帯、発災から10日もです、ね、停電が続いている。被災市民の被弊が限界の状況でありますで。市民の不安やストレスを高めている要因というのは、被害の現状であり、 または復旧活動の進捗状況避難場所や支援物資提供の情報が十分に届いていないということにありました SNS に触れる環境にない市民にもあらゆる方法を駆使してですね、適切な情報提供を行うことが必要でありますその上で伺います復旧見通しや生活支援情報避難所とで張り出すことや防災無線の拡充パトロール社における広報強化個別訪問の展開など市民が必要な情報の 積極的な広報活動に改善することを求めますが、見解をおかせてください。2つに、緑保健福祉センターが3日間停電しまして、懐中電灯を使ってです、ねえー、市民サービスに当たったこと、また落ち込み員間が停電となり,なりまして、非常用電源があったものの容量が少なく、エアコンが稼働できずです、ね、当初、避難所として開設できなかったことなど、まあ、非常用電源が大きな課題として浮き彫りになりました。えー、長期停電に備えて 避難所となる公民館と公共施設、また病院や高齢者区施設等の非常用電源の容量見直しや、整備支援強化を求めますが、見解を伺います。3点目スライドをご覧ください オチ町の酪農家を視察しました牛糞堆肥施設がですね見ていただいてわかる通り倒壊をしたでも廃業を検討せざるを得ないという状況でありました市内農家の被害は深刻であります被害状況の実態把握に努め速やかに補償など支援を進めることを求めますお答えをくださいもう一点スライドをご覧ください若葉区の支援団地千代台第三団地左側であります屋根が吹き飛んでる。で稲浜小学校体育館 これも体育館の屋根が吹き飛んでおります深刻な被害がしない公共施設等で続出をしております小中学校保育所市営住宅等の公共施設の修繕に速やかに取り組み市営住宅で損壊して住めない市民に対してはですね、災害被災者用住居の提供などに取り組むことを求めますが答弁を求めます以上です熊谷市長 2回目のご質問にお答えをいたします。はじめに平成30年度決算についてお答えをいたします。まず事務事業の見直しで生じた財源が適切に配分されていないのではとのことですが、障害福祉関連施策においては、より重度の障害者への支援がきつきんの課題となっているほか、30年度決算が約272億円と、5年前の26年度に比べ、約1.3倍に増加したことなどから、新身障害者福祉手当の見直し財源について、安定的な制度の維持、 多様化すするニーズににに取りり組むたためのの財源ととししてて適切に活用されたものと認識をしておりますえ次に、福祉カットを財政健全化の名の下、推し進めることは中止するべきとのことですが、財政健全化に向けた取り組みを進める中で、真に支えを必要としている方々のために予算が配分されるよう、市民生活に与える影響を考慮しつつ、事務事業の見直しを行ったもので、市民の皆様のご理解とご協力の下、進めることができたものと認識をしております。 次に市民が日々使う道路や公園などへの重点的な予算配分についてですが、道路整備や公園整備など、市民の日常生活に密着した施策について、これまでも市民ニーズを踏まえ、利便性向上や地域の活性化の観点から必要な分野へ予算を配分してきたところであり、今後も施策の選択と集中の中で、限られた財源を効率的に配分し、市民生活の向上を図ってまいります。 なお都市の魅力、活力の向上を生み出し、本市の持続的発展に資する事業については、財政健全化とのバランスを踏まえつつ、着実に推進していく必要があるものと考えております。次に、消費税増税についてお答えをいたします。消費増税の中止を求め、大納負担の原則に立った法人税減税の処遇を国に要望すべきとのことですが、消費税率の引き上げは社会保障の充実および安定化を図るため、国が判断したものと認識をしております。 なお、税制については国において、社会経済構造の変化などを踏まえ、総合的な観点から検討されるものであり、本市への影響なども含め、国の動向を注視してまいります。次に千葉市へのカジノ誘致についてお答えをいたします。カジノ誘致中止の決断を強く求めるとのことですが、IR 誘致について、本市および市民にとってのメリットや懸念事項など、さまざまな評価を行った上で判断することが必要です。 現在行っている民間事業者からの情報収集等を踏まえ、国の動向なども見ながら検討を進めてまいります。次に一律病院の在り方についてお答えをいたします。青葉病院は救急機能縮小ではなく、むしろ拡充を図っていくことこそ、市民が求める市の責任ある対応ではないのかについてですが、救急医療の提供は、一律病院が果たすべき重要な役割であると認識をしております。このため、救急患者の受け入れ先の決定までに時間がかかっていること。 高齢者を中心に救急患者の増加が見込まれることなどを踏まえ、市内全体として対応力を上げるために、将来にわたって安定かつ効率的に提供できる一律病院の体制について検討していくことが重要と認識をしております。え次に防災についてお答えをいたします。まず市民が必要な情報の積極的な広報活動に改善することを求めることについてですが、この度の台風15号のように、大規模な停電が発生した場合には、 テレビやインターネットを通じた情報提供が困難となりますので、地域の防災拠点である避難所での情報掲示や、防災行政無線の放送、ラジオによる情報提供に加え、広報者による広報を含めた地域における行政や住民による直接的な情報伝達が極めて重要であると改めて認識をしたところです。今後、台風15号における広報活動の課題を検証し、その教訓を踏まえて次の災害に備えて改善を図ってまいりたいと考えております。 次に避難所等の非常用電源の容量見直しや整備支援強化についてですが、台風15号では停電が長期間にわたったため、公民館、病院、福祉施設などの一部において、各施設の機能維持のため、電源車などによる給電を行ったところです。 千葉市地域防災計画では、福祉施設や避難所となる公民館は、災害時に必要な機能、設備について、適切な整備、強化に努めることとされておりますので、今回の災害の教訓を踏まえ、非常用電源の改善策について、関係各課と協議をしてまいります。次に、市内農家における被害状況の実態把握に努め、速やかに補償などの支援を進めることについてですが、現在、千葉県や千葉未来共同農業協同組合など、関係機関と連携を図り、 現地の確認や電話による聞き取りにより、被害の実態を把握しておりますが、水筒、野菜、果樹等の農作物被害や、ビニールハウスなど農業用施設の倒壊など、被害は甚大であり、停電の復旧状況や天候などにより、さらに被害が増加する可能性があります。今後、国の支援制度が発動された場合に備え、被災した農業者に対し、農作物や農業用施設の被災状況を写真に収めることなどを通知するのに合わせ、 台風通過後の技術対策を記載した県発出の台風事後対策資料を配布するなど、必要な情報提供に努め、被災された農業者の方々が営農意欲を失わず、一日も早く経営再建できるよう支援してまいります。最後に、小中学校、保育所、市営住宅等の公共施設の修繕についてですが、施設の利用に支障がないよう、緊急に対応が必要とされる箇所を優先して修繕を進め、速やかな復旧に努めてまいります。 なお、市営住宅で被害がひどく、一時的に転居が必要な入居者に対しては、災害被災者用住戸も含め、他の住戸を確保するなど対応してまいります。以上でございます続き副市長 初めに幕張メッセにににおおける武器見本つついいててのうち所管についてお答えしますえ幕張メッセで売買された武器が世界の紛争で使われ、人の命を奪うことにつながってもう何,もかん何とも感じないのか市、市長が目指す平和とは日本だけの平和なのかについてですが、え平和都市宣言で歌っております通り、 千葉市の発展と市民の幸せは、日本の安全と世界の高級平和なくしては望み得ないものと認識しております。そのため、今後とも市民の皆様に、市民共通の願いである世界の高級平和を求める、本市の平和都市宣言の理解を深めていただくとともに、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるため、平和啓発事業に取り組んでまいります。 次にに小中学校エアコン整備についてお答えします速やかに避難所となる学校体育館へのエアコン整備に向けて、来年度予算で措置することを求めることについてですが、 夏季に避難所を開設する際には、避難所の健康、避難者の健康を保持し、良好な生活環境を確保する上で、エアコンが有効であると認識しているところであり、この度の台風10号においても、エアコンの整備された区役所や公民館などを避難所として開設したところであります。学校体育館へのエアコン整備につきましては、今回の対応も踏まえ、引き続き、他都市の状況等について調査の上検討してまいります。 次にに子ども医療費助成についてお答えしますまず、子ども医療費の負担増は、貧困家庭の医療にかかる権利を奪い、子どもの受診機会を遠ざけ、重篤化するようなことは市の医療負担、市の医療負担を増加させるだけではないのかとのことですが、制度改正後の子ども医療費制度につきましても、現行制度と同様に経済的な負担が大きい市民税所得割非課税世帯は、自己負担額を無料とすることとしております。また必要に 防止・不使・過付・福祉資金貸付事業や生活保護に至る前の生活困窮者自立支援の案内を行うなど、引き続き経済的な貧困、経済的な貧困の解消に向けた支援に努めてまいります。最後に、に、えー、子育てしやすい市場市のために 子ども医療費負担増は中止すべきではないかとのことでありますが、地方単独事業として多額の安定財源を要して実施している子ども医療費助成制度を継続させつつ、子育て支援の充実・拡充が必要な新たな需要に、私費の減額による財源を活用し、子ども施策全体を充実させるために実施するものでありまして、引き続き、千葉市で海育ててよかったと思えるまちづくりに取り組んでまいります以上でございます。 時間を延長いたします。ハットル副市長。 <laughs> 幕張メッセにおける武器見本市についての所管についてお答えをいたします。入場拒否をするような主催者などへの適切な指導についてですが、入場制限については展示会の初日に行われたオープニングセレモニーにおいて、セキュリティ上の問題が発生したため、主催者が安全面の配慮から行ったものと伺っております。個別の祭児等ののの等等管管理理運運営営は入をを含めて祭児等の主催者ががが行ううものですが祭児が安全かつ円滑に運営されるるよう適切な対応を取ることこ 株式会社、幕張メッセから主催者に対して要請をしているところでございます、以上でございます川洋平議員、はいえー、先ほどの答弁を含めましてです、ね、後日開催されます決算審査特別委員会分科会で、さらに深めていきたいと考えておりますが、いくつかの点について意見を申し上げたいというふうに思います。まずですね福祉 いうことになりりますとやはり財政当局の信用にも大きく関わりますで言うなれば、見直すべきはです、ね、本当に市民にとって必要かどうかという大型開発であり、市が福祉カットするための口実として、喫緊の課題に振り向けるという説明で,です、ね、市民の暮らし悪化や負担増となる福祉サービ別カットをすべきではない。 強く申し上げておきたいというふうに思いますスライドをご覧ください子ども医療費助成についてであります、うん、これ繰り返しますが県内でやるのは千葉市だけでありますで、近隣の自治体を比較しますと高いところでも300円なんですしかし千葉市は声援になる市は子ども未来応援プランとして貧困対策を進めてきましたけど子育て世帯を応援するどころかですね子育て世帯これを追い詰める施策なんです 子どもの貧困加速を進める一方で、例えば稲毛海浜公園にウッドデッキを整備する、漁業関係者が反対している、だけでも5億2000万も使うっていうじゃないですか、そっちを見直すのは先じゃないですか、市長私はですねこの子育て世代に学校する子ども医療費の負担度は、中止すべきであると重ねて言っておきたいと思います。まあ、最後に防災であありますけれれどもスライドをご覧くださいこれあの 緑区の下、和田町の倒木の状況なんです。で、今日もまだ停電になっているということでありまして。まあ、台風の旅にですね。杉林の倒木がこう原因で数日も停電している。こんなような状態を放置することは、やはりリスク管理、市民の命を守る観点からも早急に改善が必要だというふうに考えます。で、本市としてもですね。条例であったり、支援策を新たに整備して杉林のまあ計画的な。 管理等を実施して、これ、再び大型台風が来ても、停電しない千葉市を作ることを求めておきます、そして今回、多くの市民から災害時にですね全く情報が届かない、市に見放された、多くの厳しいお言葉をですね、頂戴をいたしました、で本気に寄り添えたのかということは、われ我々反省をしなければならないというふうに思います。で最後に申ししし上げたたいのはあのははは市民はこれだけの災害を経験しまかしかららやはり心から 災害に強いづくりをですですから、今、千葉市に必要なのは、この人の不幸の上にです、ね、成り立つ火事の誘致じゃなくて、被災された市民の声に耳を傾けて、災害に強いまちづくりを進めることであるということを強く申し上げて、代表質疑を終わります。ありがとうございました